時間稼ぎ。あのガキたちがこの星を脱出するための、このしつこい彼女ぐらいに、いいだろう、地球人のように。いきなり一番の楽しみを最後に取っておきたかった。ある程度実力が近くなっては面白い。歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。遠くの地でお前を呼ぶ者がいる。強き戦士よ、さあ姿を見せるのだ。ではさらばだ。驚いてますよね。説明は後でゆっくりさせてもらいます。でもまずはあなたの実力を見せてください。あ、どこからでもどうぞ。ウォーミングアップはそろそろ終わりのようですね。ではあなたの本気を。さすがですね、シェンロンに選ばれただけのことはあります。いきなり襲いかかってすみませんでした。俺の名前はトランクス。いろいろあって今はこの世界で働いています。見ての通り、ここは俺やあなたが知っている世界じゃありません。時々人と呼ばれる時の流れが集まる世界なんです。俺たちはここでタイムパトロール、正しい歴史の流れから外れ間違った未来を生んでしまう歴史の改変を元に戻す仕事をしています。タイムパトロール隊員はあらゆる時代で戦うことになります。時には伝説の武道家や超パワーの戦士たちとも。どうですか、
あなたの力がどこまで通用するか、ここで試してみませんか？なんて、突然言われても困りますよね。ここには、俺の他にも、タイムパトロール隊員がたくさんいます。よければ、一度話を聞いてみてください。返事はそれからでも構いませんから。ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと、国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたい仕事があるので、早速ですが、国蔵庫へ行きましょう。これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。魔漢光殺法！ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。最後にもう一度だけチャンスをやろう。俺たちの仲間になれ、カカロット。はっ！にゃあ！そうすれば、お前も、お前の息子も助けてやる。セイク！俺はおめえらの仲間になって絶対なんねえぞ。そうか。だったらお遊びはこれまでだ。このガキ！やめろ！なんだと？貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもよ。一緒に戦ってくれるみてえだな。
頼みやがれ。何だったんだあいつは。お疲れ様です。素晴らしい動きでした。とても初めてとは思えませんよ。不要に歴史を変えることなく、無事歴史の改変を食い止めましたね。これであとは時の海王神様に巻物をまとめてもらえば全て…あ、悟空さんのことなら心配いりませんよ。ちゃんとドラゴンボールで復活…それから…実は歴史の改変が起きているのはあの巻物だ。また準備ができたら声をかけてください。お願いしますね。せっかく生き返ったのに残念だったな。うわあ！この巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。俺たちも火星に来て、なかなかの使い手のようだが。向こうにいるあいつらのバカでかい木。そうだ、こんな雑魚と戦って終わりじゃないんだぞ。終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても結果は同じだ。ふぅ、雑魚が一匹増えごめん。せいぜい俺たちを楽しませてくれ。海外艦の数を減らしてください。避けよう。このボロンを人工門まで持つ。無事に物だな。俺の思った通り少しは楽しま。死ねえ！クロソン！クロソン！
どっちにしても同じことだ。あまりにも強すぎる。悟空さんが来るまでなければなりません。クリリンさんとご飯さんは絶対に守りつけてください。クリリンもご飯も離れてくれ。あとはオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがる。カカロット、まさか天使だ。やめちゃ。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒す。これは名門でもエリート戦士だ。出たまるか。すげえ、本当にすげえぞ。高いやつだ。父さん、ガクヤ、アクロス、アクロス戦士だ。エリートのパワーアップだ。許さんぞ。何？準備だ！人間の時の10倍にもなるのだ。武道会場をぶっ壊したバケモンっていうのも。ごはん、俺たちも行くぞ。はい。あいつ大猿になってやがるなんて。だが奴の尻尾を切れば尾を切るぞ。おめえたち、クリリンさんとゴハンさんを守って戦ってください。ガッ、力いっわっかー剣山せーよし。俺の尻尾！尻尾が切れたぞ！やったぞ！何死にたいか！あとはもう、メキシタを倒すだけだ！逃してたまるか。
なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。ええ、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとうな。やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの書もちゃんと元通りで。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君が。どうもお疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。あっ、こら、トーキー。ちょっとどこに止まってるのよ。トーキー、何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。とても偉いお方なんです。これでも。まったく、もう。あの、時の海王神様。ごめんごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦いいい感じだったわよ。君たちなかなかない。ありがとうございます。ですが原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な木を放つ二人組が時間を移動していろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。何を企んでいるのかわからないけど嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。ヒクーム、ファーター、ディース、エレガ。デニュー、ルッラソッラケイ、ディニュー特戦隊。
さん、父さんが義乳に。え、違う、義乳が父さんになって。あ、すみません、どうか父さんをお願いします。ピクール、バーター、チーズ、グリダー、ゲニュー、リナー、ソッテー、ギリュー特戦隊。力がみなぎってくるぞ。後のお味の分け目すら、お前たちがジャンジンで。おい、クルド、お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ。ジーナ、やっぱとんでもねえやつだった。気を解放しろ。お、意外だったな、あのチビたち。ワン、抽選でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい、まずは皆さん強くなってください。ちょっとリズムが厳しいでしょ。皆さん、また隊長のケーキ勝手に食べたんじゃないのか。食ってねえよ。あやろ、俺じゃないって言ってん。そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。ビッグ M ウルトラファイティング。何者だ？嘘だろ？いくら踏み違ったから。やっぱり、さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。やめやめ。ほら、行くの、カリデッチ。それに。はい。何を笑ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！よっ、いけない。歴史が変わってしまいました。ひとまず落ち着いてください。大丈夫です。きっと元に戻れるチャンスもあるよ。今も腹を逃がしていたわけです。仕事をしてくれたんだ。なんだか様子がおかしいぞ。待てよ、さっきまでと口で知ってたんだ。あっちなんだな。よし、おっとっとかかってこい。じゃねえかと思うんだ。頼む。飲んだ。いたぞ。しまった。ここに。僕は僕はどれ。クリリンさん、ちょっと待って。この人に違います。逃げた人です。はぁ、どういうことだろう。いいやつだな。ドラゴンボールあと
お前ら隊長まずい。お前らはこいつらの相手をしていな。はい。おい、グラド様。あいつ逃げやがった。ですよ。そうだな。お前たちそれをどうするつもりだ。おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。本当に入れ替わった。ドラゴンボール集まったみたいだな。アンキュー、今度こそチェンジ。今です。またしても貴様でしょ。キャー、寝かしたグルド、チェーンジ。ナイスです。ちゃんと元に戻れましたね。お父さん、ご会長とキリンを入れ替えるのは正しいルーティン姿です。あと、グルド、立ってないで貴様も戦わんか。やば、貴様の相手はこの俺だ。支配された、格が調子に乗るな。無能が、とどめだ。死ねえ。チェンジ。シュート、間に合ってくれ。どうやら元に戻れたみてえだな。くそ、今度こそ、これだ。チェンジ。もうはいかねえぞ。勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつらが歴史を変えているやつらでしょうか。こいつがずっと俺たちの邪魔をしている。どうみたいな。で、ばっかりだな。はっ、ギニューと入れ替わっちゃったんだ。なんか、この二人が今回の犯人です。余計なことをしてくるからには。こんなものか。期待外れだ。もう終わりだ。安心しろ、お前のエネルギー。待って、ミラ、ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんて。そう、だんまりなの。まあいいわ、ミラ、もう少し放っておきましょう。
いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したいね、今はまだ。ね。ふん。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも、私たちの邪魔をしたら、すぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで、ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が、トワとミラ、そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。時の海王神様。トワは暗黒魔界の王ダーブラーの妹よ。そしてミラは、トワが作り出した。あいつらは様々な時代のエネルギーを奪うことで暗黒魔界の封印を解くつもり。封印が解けたらどうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も宇宙も時間も無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前、時の巣を乗っ取って、時空を支配しようとした、とんでもない。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく、様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。つい、俺の体が完全に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し、もう少し耐えてくれ、頼む。これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ。フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわと殴り殺しにしてくれる。なんだと。なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。
だろう。貴様らまとめて皆殺しだ。万敵だ。たった4匹が勝てると思ったんです。勝てる、なんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘が上がっている。貴様の恐れている。何を言い出すかと思った。そこまで死にたいか。いいだろう。私はあと3回変身を残しているんですがね。気に見せてやる。私を本気で怒らせたご褒美です。それともあったのか。今のうちにそうやってニヤニヤ笑っていた。スーパーサイヤ人だ。なかなかの強さ。部下に欲しい。死んでしまったが、地球もドラゴンボールも消えてしまいます。それだけは絶対に避けなければ。あとはオラが何とかする。かかれ。あいつはもうオラの少しは残りを。嘘だちのサイヤ人だ。お前たちに殺された。えっ、歴史は元に戻ります。近くにあるたくさんの星を、ほんの少しずつでいい。君も思ってたよりやりにくいんだけど、たぶん少ない気持ちになる。生かしては解散ぞ。やめろフリーザー。悟空許さんぞ。欲も起こったぞ。フリーザー。うわはぁ。私もなかなか。フリーザーを倒してください。それで全て終わります。何者だ。激しい怒りによって目覚めた伝説の吹っ飛べ。見せてやるぞ。
100% の力を。あと5分で仲間と共に脱出する。時間稼ぎか。それは必要はない。貴様は死ぬ。これからこそ世界一の敵に。ここまでだ。いつかばり損ないね。バカだ。いいだろう。今度は済むかもね。なんだ。あれはそうか、海王さんがドラゴンポールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、随分助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか。邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。とー、あの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えている者がいる。まさかね。こんなはずじゃ。結局真の力とやらを見ることもなかったな。残念。死ね。ちって、貴様何をする。邪魔をするな。もう少しでセルを倒せたんだぞ。こら、俺より目立つな。何としてでもミスターサタンを守って助け出しなぞいらん。俺一人で十分なのか。なんて人はいいやつだな。目指すなと言ったんだろうが。バカの世界チャンピオン。さあ、とどめだ。うるさい。
いだだだだだだだ。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！な、なんだって？ただ空なんて飛べるはずは皆たちの姿です。いきなり貴様から最後に取っておきたかった戦いの公約というある程度ずここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。まだ起き上がってくるなんて。これは、出るはず。きっと皆さん近くにいるんでしょう。こちら、もう少し、肩を。メタ、おめえの強さよーくわかった。ん？おめえの出番だぞ。なんだこのバカ。自分の、不随で。何を言うか。そうだ。なかなかの奇妙を感じるな。この私に勝てるというのはいささか言い過ぎだった。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。消えたようです。これでもう起き上がれない。すごい邪魔たちなより強くなっているのかお願いします。皆さんを守ってください。死んでろ。恐ろしく強いぞこいつら。わずかに強いぞ。みんなみんな殺されてしまう。やっと真の姿を見せた。それで、ついにご飯さんには感謝しますが、何か様子はおかしいです。ミラトスです。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。
そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない！はぁ！なぜここに？俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たち、あんた違う歴史から来たんだ。私がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなこと。私の未来のための実験とでも言っておこう。歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいことを思いついた。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンゴマン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。時の木からサポートさせてもらいます。すみません。死んでしまったお父さんの敵が撃てて嬉しいんだ。ぜひ急に様子だ。ミラたちのせいでしょう。ゴハンさんのパワーが落ちてるよ。ゴハンさんを助けてセルを倒してください。やった！やったー！どうやら助かったようだな、俺たちは。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えいたします。現在襲われているのは西の都の南方900メートルにあるブリッジタウンです。これは
俺の体がどうなってるんだ。トランクス、君の存在が歴史から消滅しようとしているわ。何ですって？あの二人の仕業でしょうね。歴史を変えて俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば。落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえあまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません、お願いします。あなた、フランクス以外にもまだ私たちに向かってくる奴がいたんだ。お前も俺たちのおもちゃにしてやるよ。あの敵俺が取る。なんとか人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな。あら、来ると分かっていたみたいね。つまんない反応。これでトランクスを助けた、そう思ってるかしら。残念だけど歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体が元に戻りません。それどころかどんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。くそ、歴史が改変された場所がわからない。このままじゃ。困っているようだ。そんな顔をするな。歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そう、それでいい。時の海王神に伝えておいて、近いうちに会いに行くとな。ふう、戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなくこの時代も平和にしなくちゃ。あなたは。完全体に。おお、金庫。なぜ俺の名前を。お前が存在する限り人類に未来はない。絶
これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ、あなたは時の流れを超えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか？いつかわかる、ですか？それはどういう…消えた？なんだか不思議な気分ですね。でも、これでようやくお礼が言えます。ありがとうございました。トランクス、よかったわね。すみません。ご心配をおかけしました。それにしても、あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし。俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだか禍々しい気配が。え？近いうちに私に会いに来るって？まさか。心当たりがあるんですか？いえ、きっと違うわ。あいつはもう、この世界に出てこれないはずだから。これがスーパーサイヤ人。そしてスーパーサイヤ人2。そしてこれだ！うわぁ！これがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない。あの二人が歴史の改変を引き起こしています。俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません。あなただけが頼りです。トワにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたら、ブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても、歴史の流れが変わってしまいます。奴らが、悟空さんたちやブーに接触する前に、何としても、阻止してください。あれが孫悟空か。ブーも孫悟空もかなりのキリよ。奴らのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ。二人まとめて片付けてやる。どこ行ってもついてくるんだから。どうやったのか知らないけど、トランクスも助かってるみたいだし、わざわざそんな面倒なことしなくても。俺が負けることだ。そういうわけじゃん。見ろ、まさか。
ミラの最後、ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずりんじゃねえか。ちょっときついけど、やるしかねえか。あら！サンキュー、助かったぞ。変身犯の技も気が減ってるわけでもねえし。ガッガッ。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですか、それは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人。何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。
幻？直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは？時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラはそこに閉じ込められていたはず。少しずつ歴史を歪ませ出口を作っていたのね。また巻物が。ドミグラが歴史の改変を引き起こしたんだわ。歴史を大きく歪ませて時の狭間に穴を開けるつもりね。早く何とかしないと。ドミグラ、時の狭間に閉じ込められたままここまで強力な魔術が使えるようになっているなんて。確かにこの時代に地球は一度消されてしまいます。でも悟空さんたちは瞬間移動で助かるはずなのに。ドミグラも早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ、歴史の改変が。ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか？そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い、つまり思いっきりぶん殴ればいいの。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願いします。トランクス君、俺にも分かんねえよ。噂みたいだよ。だから私の力でピッコロの能力も上がっている。さあ、クラッシャーボール。
に寄せるフュージョンを。こわっ、あっ、ごめん。そっちゅう。フュージョン。はぁ。さっきは休ませてもらったね。どこのどいつか知らんが。本当にご飯なのか。クラッシャーボール。許さない。これ別れじゃない。 なんでお前は。もっともっと空と戦い続けてください。歴史の改変を見たらまだ残されていた。聖のドラゴンボールです。父さんと一緒に魔獣ブロックを戦ってください。聞こえるか、はい、力を合わせてフュウを倒すんだ。なあ、人となんか信用しやがらない。しやがれ。出た。なんでみんな分かってきた。いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスター・アサダン様の頼みも。なんだ。ああ、しょうがない。地球衛星だ。行きます。はぁ、来たー。おぉ、離れてろ、おめえたち。行くぞー。くたばっちまえー。はい、あれ、いい、あ、あ、止めた。あ、
三級は。終わった。手間取りやがって。やったのか、やったんだな。地球の諸君、恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もうパパってば。本当すげえやつだったな。今度は1対1で勝ってみせる。いやー、お二人ともお疲れ様でした。そうそう、あんたもよく頑張って。ん？アリ？ん？すごい、本当にすごいですよ、あの魔人ブーを倒し。でも恐ろしいのはブーさえも利用するドミグラの魔術よ。時の海王神様、ドミグラとは何者なんでしょうか。7500万年前に私と戦った悪の魔術師よ。奴は自ら魔人を名乗り、時々と時の巣を我が物にして自分の望み通りの世界を作ろうとしたの。時間を思いのままに操るということですか。とんでもないやつですね。その時に時の狭間に閉じ込められたんだけど、そこでずっとパワーを貯めていたみたいね。パワーを7500万年も。あ、今私のこと7500万歳以上なんだって思ったでしょう。え、いえ、思ってませんよ。実年齢なんて関係ないんだから。私よく年の割に若く見えるって言われるし。そうですか。あの、時の海王神様、俺たちはこれからどうすればいいでしょうか。奴は危険すぎるわ。絶対に外に出すわけにはいかない。歴史の改変を食い止め、時の狭間から出さないようにするのよ。わかりました。過去も未来も魔人の好きにさせるわけにはいきませんからね。あともう少し、もう少しだ。今のところ巻物に変化は見られませんね。ドミグラのやつ、バカを言うな。時の海王神から私の話を聞いたのだろう。7500万年力を積み重ね、待ち続けたチャンスだ。お前が何を企んでも無駄だぞ。魔人ブーを止めた今、これ以上の敵はいないはずだ。果たしてそうかな。ああ、もうドミグラのやつ、なんて時代に目をつけるのよ。え、そんなに危険な時代なんですか。はあ、知らないって幸せなことね。あのね、破壊神ビルス様が地球に行った時の歴史が収められているのよ。破壊神ビルス、そんなに強いやつなんですか。ビルス様。はい、すみません。で、その
ビルス様はそんなに強いんですか？もういいから早く止めに行きなさい。万一ビルス様が敵に回ったりなんか、なんていうか、もうあれよ、はちゃめちゃになる。わかりました。ではお願いします。この星にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけど、おかしいな。やはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょう。ちょっと楽しみにしてたんだけどな。仕方ありませんね、ビルス様の予知夢が外れる、いつものことです。おいウィス、それはどういう意味だ？この俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったからなんとかなったものの、しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートはお召し上がりになりましたか？プリンとな。君、そこにあるのを一つ分けてくれないか？ブー、やだね、俺全部食べるもん。よこせ。やだ。よこせ。やだ。よこすんだバカ者、プリンをよこせ。間一髪だったぜ。ビルス様どうぞ。ああありがとう。では早速。後天がちゃんとキャッチしないからだぞ。え？だってトランクス君思いっきり蹴るんだもん。でも今のどうやったの？グニャーって飛んだよ。バカ野郎！ビルス様、これはそのに切れたぞ。お前お菓子にして食べちゃうぞ。かなりパイロット様の体力を減らしている。プリンくれない。ゴテックスになるんだ。僕たちも行くぞ。このゴテックス様が、ゴッドになって戦っているうちにその世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。まれに見る天才と言ってもいい。
めったな、強えな、ビルス様。ん？地球を破壊する！いけない、あの目は本気です。これはまさか。差し物破壊神も戦いの中で隙が生まれたな。ビルスはすでに私の操り人形。どうだ、破壊神の一撃を止められるかな。やめろ。あっとっと、あ、もうおしまいだ。破壊神が全宇宙を滅ぼした後に魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ。何？バカな！お前の気配には最初から気づいてたよ。魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ。破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね。さすがビルス様、これで形勢逆転ですよ。ドミグラとか言ったね。決めたよ、地球の代わりにお前を破壊してあげよう。先にこのものを地球に届けてくれ、ビルス様。余計なものまで壊さないように。この姿が限界だ。数の歴史を一つ、この歪みはますます広がっていく。よかろう、目的は達成できたようだから。なんだい、あいつの最後の言葉は。ああ、お帰りなさ。なんで連れてきてるんです。ドミグラの最後の言葉の意味を聞くためって。でもだからって。時の巣じゃないか、久しぶりだな、ここに来るのも。彼らは時の海王神が雇ったタイムパトロール隊員のようですね。あらあら、まあまあ、これはビルス様、お久しぶりです。ドミグラとかいうやつが僕にちょっかいを出してきてね、どこにいるのか教えてもらおうと思ってさ。やつは時の狭間に閉じ込められています。しかしそこから出てくるのは時間の。なるほど、狭間に出口を作るために歴史を変えて時空を歪ませていたわけです。ああ、そう。じゃあ復活して出てきたところを破壊するとしよう。やめてください。この世界でビルス様に暴れられたら時間の流れそのものが破壊されちゃいます。だろうね、だって僕破壊神だから。いや、でもそれは。あ、やめてくれたら今度おいしいご飯作ってあげますからね。おいしい、いや、どちらにせよ遠慮しておくよ、それは。お願いします、ビルス様。ドミグラのことは俺たちに任せてもらえないでしょうか。いやだね、あいつは僕を利用しようとしたんだ、許せないよ。第一、君たちだけでドミグラに勝てるの？必ず勝ってみせます。俺たちに父さんや母さんを、悟空さんたちを、みんなを守る。ビルス様、ここまで言っているのですから、彼の言葉が信用できるかどうかテストしてあげたらどうです？テストか。
いいかもね。僕とウィスを相手にどこまで戦えるか見せてもらおうか。はい、ありがとうございます。ビルス様、私も戦うのですか？ウィスが言い出したことだろう。仕方ありませんね。ちょっとストップ！ここはダメですよ。どこ？君もわがままだな。はいはい、わかった、わかったよ。時の巣も久しぶりだからね。僕は少しのんびりさせてもらうよ。では、準備ができましたら、私にお声掛けください。準備、できましたか？あ、もういいの？じゃあ、やる？はい、よろしくお願いします。僕たち二人を相手に果たしてどこまでやる？もう良いんだ。どうかな、僕は一度終わってないんだぞ。これ失礼。まあまあの強さだったよ、二人とも。それでテストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に帰ってもう一、その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、まあそれはしょうがない。え、帰ろうか、ウィス。はい。ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのおつもりで。では健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい？絶対に負けられないわよ。この世界の運命は、あなたたちの手にかかっているわ。はい。あなたも気づきましたか？邪悪な気が、ここまで伝わってきます。いよいよみたいですね。ついにドミグラが、時の狭間から出てきたわね。魔人復活。というわけですか。これは早速仕掛けてきたようね。トランクス、時々を頼むわよ。あなたは歴史の修正をお願い。あの、どちらへ？私は私にできることをするわ。さあ、早く。今こそあなたの力が必要だわ。どうなってるんだ？僕たち地獄から蘇り。何者かがドラゴンボールで我々を復活。そいつは何を企んでいるのかは知らない。私のやりたいようにやらせてもらうだけ。サイヤ人どもを悔しがらせてやるんだ。
敵の海王神様から話は聞いた。戦うぞ。いやー現れるのを待っていたよ。素晴らしい。ユルザ様をコケに捨てられて、我が力で一番強いんだ。彼の体力が落ちています。今から殺す。もう一人ですよ。落ち着いたかな。こっちのことは心配すんな。フリーザたちを地獄に放り込んだら、ナメック星のドラゴンボールで元に戻しとく。ドミグラのことは任したぞ。大丈夫、オラも後で追っかけっから。ついにこの時が来た。手に入れた、手に入れたぞ。タインパトロールか。トキトキはこれからは自分の部下になる気はない。過去も未来も。残念だ。お前の仲間は喜んで私の部下になってくれたのに。時の海王。トキトキを返しなさい。この子はあんたなんかに。かつての仲間をよくそこまで攻撃できるな。トランクスが苦しんで逃れようとしている。ドミグラの魔術を打ち破るためです。いい気になるなよ。お前も私の操り人形となるのだ。
あなたの魔術は通じないわ。諦めなさい。こしゃくな。よかろう。あくまで戦うというのだな。ならば見せてやる。神の怒りというものを。気をつけて。さっきとは比べ物にならない力だわ。こいつ以外の神などこの世界にはいらん。そうか、スーパーサイヤ人ゴッド。やりましたね、皆さん。あ、すみません。そうだ、時々はドミグラが飲み込んでしまったのよ。早く取り出さないと。許さんぞ。しまった。見つけた。オラに捕まれ。こんなことになると、もはやこんな腐りきった世界など不要だ。全て消してやる。何してるのよ。そんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ。国蔵庫が壊れれば全てが、何もかもが消えてしまうのよ。バカ、私がそんなことも知らないと思っているのか。何もかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。全て消えてしまえ。ドミグラ、やめろ。ビもかも消滅した後、私が支配する新たな歴史が生まれるのだ。あなた、何を考えているの。ドミグラ、やめろ。
ドミグラス！やめろ！なのだ貴様は。確かにこの杖で貫いてやったはず。そうか、とことんまで私の邪魔をしてくれるというのか。もはや出し惜しみはせん。長年かけて蓄えてきた力の全てを使い貴様を倒す。後悔するんだな。貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ、存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる。よくぞここまで来たものだ。で帰ったものは今、貴様も生きては返さない。魔人の力を前にここまで抵抗するとは。ないな。あと少しですよ。頑張りましょう。ここまで来て負けるのがバカバカしいだ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。なんてやつだ。
今回は本当にお疲れ様。あなたたちには感謝してもしきれないわ。ああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね。歴史の改変の件は一段落しましたが、もしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうか。ありがとうございます。パートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました。これからもよろしくね。じゃあさ、早速オラと戦ってみねえか。おめえの強さオラに見せてくれよ。面白そうですね。ちょっと待った。ここはダメよ。せっかく世界を救ったのに、あなたたちが国蔵庫壊しちゃったら話にならないわ。あ、そっか、そりゃやべえな。と、彼らがドミグラを倒しましたよ、ビルス様。なんだ、僕の出番はなしかい。我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね。ギー、いや、そうでもないさ。次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。トーキー、ありがとう、悟空くん。俺の方こそ、久しぶりにすげーワクワクしたぞ。また遊びに来てね。あ、引き上げるわよ、今回はね。足りない、もっともっともっとエネルギーを。そうね、一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう。大丈夫よ、いろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわ。あなたは私の最高傑作なんだから。待っていろ、すぐに俺が最強になってみせる。タイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよ。じゃ、軽く組手でテストしてみましょうか。やりすぎですよ。もうしばらくの間は二人で仕事しないといけませんね。あ。